はい、皆さんこんにちは、ももんがです。今日はですね、めっちゃ喋りにくいんですけど、私の歯列矯正を始めたっていう話をしていきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。もうちょっとしたら外す、ちょっと喋りにくいか、外せるんですけどね、なかなかいいでやってます。絶対したで、これは取り外しができるやつです。ちょっと外してくる、喋りにくい。はい、外してきました。外してきたけど、ちょっと歯動いてるから喋りにくいんですよね、未だに。で、こんな感じで、こんな感じで下結構まだ足になってきました。で、モモンガさん今回結構特殊かもしれないので参考になるかちょっとわかんないんですけど、なんかまず私は歯列矯正を小学校3年生から始めました。で、後で見せるんですけど、今さっきつけてたやつで3年生から始めてて、それで高校生ぐらい結構長くなったんですよ、サボり癖があって。で、私はどうして歯列矯正をしないといけないんだみたいな、別になんか歯並び自分では全然気にしてなくて、でそれで母がやっぱ気にしてくれて、それで出してくれてたんですよ。母っていうか、まあ両親が母が気にして、多分両親、お父さんにしょ、お父さんに相談して、で多分やってくれてたと思うんですけど、でそれが3年生から、まあこの器具が変わるんですよね。こう広がってって、また次広がってって、また次みたいな感じで、で結構その歯医者さんでみんなそこで歯列矯正してたぐらいすごいみんなやってたんですけど、で、まあ、取り外しもできるから、やっぱ取ってる時って痛くないから、まあ、痛いけど、まあ、ね、やっぱ小学生ながらに不快だったし、で取った時はやっぱね、楽だから取るのを覚えで、そんなにちゃんとつけてない時もあったりして、で結局その広がるスピードがちゃんとしてなかったんですよね、私。でそれで高校生ぐらいの時に、多分結構ほんま早く終わる予定やったやろうなって、ほんまもう自分のせいなんですけど、で高校生ぐらいの時に、いや下はねちょっと器具が壊れてしまって、なんか元に戻っちゃったんですけど、上が前歯が出てる状態ですね。これ前歯が出てるんですけど、前歯がこのままだったら揃わないですけど、次の器具使えますかって言われた時に、お金かかるな、お母さんとお父さんに申し訳ないなって思っちゃって、私これまでサボってきたしな、やめとこうと思って、いいですって言ってやめちゃったんですよ。下の歯はその時ちゃんと並んでて、あとはもう現状維持でネジを巻かなくてもいいリテーナーを使ってたんですけど、それが壊れちゃって直せるって分かんなくて当時で、それでもういいやと思って、でそのまま放置してたんですけど、じゃあやっぱり歯も戻ってきて、で YouTube 初めてこう自分を客観的に見てると、どんどんやっぱ歯並び変だなと思って、高校生ぐらいの時に使ってた矯正器具をずっと現状維持でつけてて、で下の方の矯正器具も直せるって知ったので、無理ってちょっと直してもらったんですけど、もう歯の顎は戻ってたので、そのままその器具もちっちゃくしないといけなくて、ちっちゃくしてもらってあったので、ずっと歯並びが悪かったんですけど、でもやっぱり歯並び直したいなと思って、それでいろんな歯医者さんとかのネットとかいろいろ見て、マウスピースだったりとかワイヤーとかいろいろ調べてたんですけど、もう一回やっぱり聞いてみようと思って歯医者さんに聞いたら、そのめちゃめちゃその完璧みたいなにするんだったら他の歯医者さんを紹介するけど、できないことはないですって言われたので、まあ値段聞いてどう考えても安いなと思ったので、今行ってる、ずっと行ってた歯医者さんに通うことにしました。で本当はね、キレイラインとかあるから、そういうとこ行きたいなと思ったんですけど、やっぱちょっと交通費で結構かかるなと思ったのでやめました。そっち聞いて安かったので。でちょっと歯に入れてたものを、まあ、綺麗にしたんですけど見せるので、嫌な方はちょっと飛ばしてください。
ちょっと見せますね、今どういうの使ってたか。これです。これ拡大鏡っていうのかな、拡大するやつなんですけど、これを歯に上と下に上と下にはめて、でここがネジになってて、なんかマウスピースと併用して使う人もいるみたいなんですけど、私の言ってるとこはマウスピースとかじゃなくてもうこのまんまって感じです。でこれで私はこれが全部広がったら、その後ワイヤーをするみたいなので、ワイヤーをすることになったら多分もうずっとつけっぱなしになるので歯の見た目は悪くなるかなと思うので、ちょっとご報告というかそういう感じで紹介しました。で、まあ、ワイヤーは白のワイヤーに白のつけるブロックみたいなやつがあるんですけど、それをするってもう言ってるので、そこまでは目立たないかなと思います。ずっとやっぱり客観的に自分を見て歯列矯正したいなと思って始めたんですけど、やっぱ前歯が出てるので、歯がすごい大きくて、前歯が特に遺伝なんですよ。いとこも姉もみんな前歯が大きくて、でそれで前歯がすごい嫌なんですけど、揃えたいなっていうのでやって、で歯はね割と白い方なんですけど、最近前までデンティスっていうのを使ってたんですけど、今はオーラ2のアンジュルムがね、やっぱオーラ2とコラボしてるので、これを機に買ったらすごい良かったので、500円ぐらいでめっちゃいいのでおすすめです。はい、歯磨きは歯ブラシは違うけどね、まあ、歯をちゃんとしようと思って、やっぱり24になるのでちゃんとしようと思って今回やったんですけど、金額は今後のワイヤーとリテーナー含めて30万いかないぐらいでした。で30万いかないぐらいってなったら、めっちゃ安くないみたいな、それどこってなると思うんですけど、そもそも私小さい時から歯列矯正をしてるので、ちょっと見せるね。この器具が1個目が6万6万、2個目が3万3万で、3個目からが1万5千ちょいかな。で器具を追加していくたびに安くなるっていうところなんですよ。なので多分小さい時からしたらトータルしたら結構かかってると思います。60万はいってるかな。まあ小児の矯正だったのでそれで済んでるんですけど、多分私のちっちゃい時の歯並びのまま大人になってたら多分100万近くはかかってたと思います。すごい本当に悪かったので歯並びが、これでもマシになった方なんですよ。歯列矯正のアラーノがあるんですけど、あと私そのポリデント的なやつが歯列矯正用にもあるって知らなくて、で今ポリデント使ってます。で、めっちゃ便利なんですけど、ちょっと値段高いのでライオンのやつの方がめっちゃ安くて、ライオンの方をおすすめします。早くねこの出っ歯と、あとこの下のちょっとマシになったよね、下の歯早く直したいなと思いました。でもまあこれから、ワイヤーねしていくと思うんですけど、そういう感じでまた歯列矯正この器具が外れたぐらいの時もちょっとどうなったかみたいな比較動画も撮りたいなと思ってるので、楽しみにしていてください。はい、歯列矯正頑張ります。でもめっちゃ痛いです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。